浦部氏は、浦部を、氏の名とする氏族。古代の祭祀貴族の一つで、牧船による、吉祖判断を業としていた氏族である。浦部、浦部、浦部とも表記する。浦部とは、規牧により、吉祖を占うことを職業としたしな系統が異なる氏族が、日本各地に存在するが、このうちいず、いき、津島の浦部氏は、神議官の官人に任ぜられ、神議官の次官には、 伊豆浦部氏が下級職員である浦部には、伊豆五人、壱岐五人、津島十人のそれぞれ牧術に優秀な者が認じられた。この3カ国以外の浦部氏は、日本古来の牧船である太馬にに関係した氏族の光栄であるという。平安時代前期の浦部平丸を実質的な祖とするが、平丸以前は明確ではない。平丸を、 大中富清まろの孫にあたるともはるの子とする、系図もあるが、後世の仮棒とされる。三島大社に神官として仕えていた氏族であるという、説や、雨の子屋根の命の光栄である五十手命をそとして、伊津らべ氏を、武蔵浦べ氏と同族で、中富の氏族の一流とする系図がある。生は少根であったが、王安八年、文中四年に、吉田健広氏が、阿村生に改正。 平丸の子孫は後に、吉田社系と平野社系に分かれ、代々人義大福及び人義小福を臨番で、務める。吉田社の系統は、芸勢の地室町を加盟とするが、英和四年、天寿四年に、足利義満が室町代に移ったことに伴い、吉田健博氏が、それまで名乗っていた室町をはばかって、シャムを務める吉田に加盟を改めた。江戸時代には、 同場家として三夜を数えた。平野社の系統は、江戸時代に、井の熊家の地藤家を称し、同情家に列した。なお、吉田社系の詩人に、連れずれ草の作者、吉田健康がいるが、本来は、浦部健康が正しい。健康は吉田に加盟を改めた、健広より、前の時代の人物であり、吉田健康の名は、鎌倉時代及び、 南北朝時代の資料には全く見られない。さらに、中世和歌詞研究者、小川武雄により、今日伝わる健康の系譜自体が、吉田新党の創始者でもある、吉田金友による鉄造で、実際の健康は、どの系統の浦部氏の羊であるかはわからないとの、指摘がされている。伊ずら部氏系髄吉島つくり屋の生き師の一族、神宮皇后の四太夫の一人で、 アメノコ屋根の命十二世の孫にあたる、雷大臣命の子である新猫命を、生き地家の祖とする系図や、生き浦部氏の詩人である、ゼユウの死生記事において、先祖を雷大臣とするとの記載により、中富の詩族とする。一方で、中富の詩族とする系図は、仮置かせで、高見結び人の後栄が知神明の子孫である、生き上がた主の一族とする説もある。性は少ね。 詩人には、上岸5年に、浦部宿根から、行き宿根に改正した、ゼ友、行行がいる。津島県づくり屋の津島県氏の一族。津島県寺家については、祖である県や己己,己、命を天の保避の命の彦とし、出雲氏族とする。上古より、鹿島神宮に仕え、太間にに携わった家系とされ、鹿島神宮の周辺には、浦部氏が居住していたという。 天平十八年日立国鹿島郡の浦部五子が中富の鹿島村寺生を非制された。平安時代の草原神の父を浦部正地とし、葛城野の神に仕えた古浦内家の光栄とする。奈良時代の畜全国の古跡には浦部の詩人が多数見られ、古代宗方神社に仕えた家の光栄とする。江戸時代には黒田氏の家臣となった。前述のほか、 道の区国、下佐国、駿河国、大見国、今場国等の風土期、奈良時代の古跡に、裏部姓が見られる。ありがとうございます。